コマを応援するスレデスゼンスレステーゴールド3コマ応援スレッドパート94。過去ログ1ステーゴールド3コマ応援スレッド。過去ログ2ステーゴールド3コマ応援スレッドパート21。過去ログ4ステーゴールド3コマ応援スレッドパート61。過去ログ3ステーゴールド3コマ応援スレッドパート41。過去ログ5ステーゴールド3コマ応援スレッドパート81。一落ちですし。あーあーがおめ。はてさてどうなるかな W。一落ちですあーあー導入で落ち着くといいな。あーあー記念書き子。一落ち。あーあーテスト。ラブイワマンそろそろ覚醒。一落ちです。あーあーどないかな。オツですラブユアマンのクラウエー想定って先生。全スレ梅終了テスト。18一人であんな露骨な梅法しちゃダメだよ。19このスレが立ったんで早めに埋めようと思っただけなんですけどね。テス。1ありがとう。改めて残り数年。3コマが元気に活躍してくれますように。1オツ社大スタリオンパレード出たの新種ボバには調べ教師や機種がコメント出してるのにフェノーメノには戸田先生の名前がなかったん。釣れたてオツ。オーシャンブルーの種付け量は決まった。知恵遅れおっさん、某 W。記念書き子予想以上に早かった W。25受胎条件30万、出産条件50万、振り。釣れたてオツですまったりムードに戻りますように。28集まるといいな。ドリジャもオルフェも元気だったねえドリジャの方が暴れてたけど。あと目のも引退したばっかだし経路もあって賞変わらずの見栄え。戸田先生、豆チンを見守りに行ってたんだね W。紹介の時に、黒豆は縁起がいいものと紹介されてたとか黒豆にしか見えなくなってくる。見ていない人もいると思うので貼っときますフェノーメノ、フェノメノ配分者大スタリオンパレード2016。35フェノメはどっしり落ち着いてて、オルフェはそう変わらずやんちゃだな、とか思ってたらドリジャの仕草がギャラリーにメンチ切ってるよ。なんだかんだでドリームジャーニーが一番気性が荒いよね。ブラックプラチナムが美穂でコート系を連発している第4回東京 1800m での鮮やかな新馬勝ち少なくともラブイワマンよりは上だと思う。新馬のベルウッドレオーネもサカロで好タイム出してるけど今週は除外かねえ。今週は現地観戦できるわ。ジャーニーはまだ満口じゃないの。あれだけ優秀なのに、全部弟に回っちゃった。平和っていいね。種付け下手で受胎率も低いんじゃ多少走ったくらいじゃ満口にはならないよ。初年度くらい集まっても生まれるのが40頭とかだからな。オルフェやシップは種付けうまいらしいのにジャーニー。とりあえず数少ない3コマがそこそこ走ってるから車大 SS 即追放ってことにはならなさそうで。今年のクラシックに出れるボバってブラチナくらいしか思い浮かばないがどうなんだろう。